ショットマガジンの読者の皆様、本日もボルドークイズへご応募いただきましてありがとうございます。さて、本日の質問です。Google 翻訳でパペトリーは文房具と出ますが、なぜこの名前になったんでしょうか。波川様からの質問です。答えはこの後です。